太田さんはあの居酒屋に関する本を何冊か出しているようで、はい、あの90年に初の著書、居酒屋大全という本を出してますけど、<laughs> 要するに、何件くらい紹介してるんですか居酒屋大全の本では何件くらいかな、50か60くらいじゃないかしら、ああ,最初の本あ、そうか、はね、いや、タイトルからして多分何千も。 ある部分で居酒屋とは何か長魚、うん、大全と本がありますねイギリスの名著で釣りのあ、そうですかあれにもじったんですよあ<ー> <laughs> そっかそっかでもまああの居酒屋は全国今度の方を見てると全国の居酒屋かなり飲み歩いてる感じがするんですけど恥ずかしいことで <laughs> その通りですどのくらい飲めるんですか量はい 寮はもう年ですからね仕事で行って昔は2軒3軒ぐらい行っても3軒目も仕事で成立したけど今はもう2軒目になるともうい,いかってなっちゃうから<ー>でも仕事でなくて行く時は僕はしご型でねまあ5時から始めて4軒ぐらいは。 当たり前のことですね。<laughs> <laughs> 一軒あたりどのぐらいいらっしゃるんですか？それは店による。気に入れば一時間半ぐらいいるし、うん、これはダメだと思ったら十五分ってところもあるし。ああ<ー>、大したもんだ。<laughs> すごい。あ、切れてますね。<laughs> <laughs> あの僕は仕事の出張などで日本結構いろんなところによく行くんですけど、はい、夜まあ、えー、特に一泊するときはね夜。えー どっか居酒屋行こうってもほとんどなるんですね、はい、でも街歩いてるとどこに入ろうかなってあのいつも悩むんですね分かります何かあの、えー、あここだったらいいだろうなっていう何か頼りになるなんていうの見方っていうのかなありますかありますよそれはね私の方をガイドにしていけば絶対に間違いないですけど <laughs> まあ手に持っていない場合はそうですねまあ 僕の好みとしてはその町で古く続いている古い居酒屋ですね、うん、それもう家族経営、うん、ですから町を歩いていて木造2階建てで2階で住んで下で仕事をしていらっしゃる様子、うん、夕方外回りに水打ちがしてある5時開店のところに4時半ぐらいからもう地元のお客さんが来ちゃう つまり地元で愛されて長く続いている店これがベストですねなるほどねその反対に駅前に機能できた大型店に行く必要はないわけですうんまあそ,それはね <laughs> はいはい日本酒ですかほとんどえ私はもちろん日本酒それ以外はあんまり飲まないいや最初はビールで日本酒ですね、うん、僕は夏でもおかん酒でね扱んで、はい あ厚感がいいんですねうんどうしてですかあの冷たいお味噌汁よりもあったかいお味噌汁の方が味が膨らみますね冷やご飯よりあったかいご飯の方が美味しいあったかい方が味がよく全開していますねああお酒がよく開く、ね、そうです味も何もち、ね、おもちろん真夏は冷たいってことも もう美味しさの一つなんだけれども、うん、今は特にどこの店行っても冷房が効いてあるから、うん、最初の一杯は冷たいビールギュッと飲んでも、うん、あとはおかん、うん、おかんが一番しみじみとお酒の味を楽しむことができますよ今回の本はあのその「県民性」というのがサブタイトルというかね、はい、あのついてますけれど、はい、県民性が分かるようになるには何年もかかったものですか、うん ああそっか太 <laughs> 田さんは長野県で育ってますけど、ねはい、例えば長野県の県民性といえばどういうものですか自分のことを言うのは何ですけれども <laughs> 逆に自分のことだからよく知ってますが長野県の人間は理屈を言,ながら言いながら酒を飲む議論しながら酒を飲む「うん、違う」とか言ってねへえ<ー> <laughs> 俗に昔は教育圏と言われて、はい、まあ貧乏な県だから勉強で世の中に出ていこう、うん、理屈を言えるやつが偉いという妙な風習があってね私はそれが嫌いで東京に出てきたんですけれども <laughs> 最近はやや故郷も懐かしいですね、うん、長野県と言ってもあの北と南と全然文化が違うって聞いたことがあるんですけど私は真ん中の松本ですねあはい 長野県は日本では盛岡につい盛岡じゃない岩手について2番目に大きいのかな、えー、北進中心南進では全然性格が違って良いのはもちろん松本です今回の本の中でも松本の居酒屋を紹介していますね昔からよく知ってる店ですかいや松本の居酒屋はねずっと良い店なかったんですよ要するに理屈っぽくって商売が手だから ありがとうございいますと言えないのうこうやって酒飲んでるとね「違うな」みたいな顔しててね理屈っぽい親父がいて僕はとても嫌いだったのねところがそ,そんな風にもやってられないんでここ78年あるいは3年ぐらいでガラッと変わって良い店がたくさんできてね今はおすすめですねそれには、まあ、原因が僕は推察できるんだけれども 2000年かな斎藤記念オーケストラっていう音楽をご,、はい、ご,ご存知あれをやるようになったすると、まあ、文化の街ということで東京からもいろんなお客さん、はい、オーケストラの人は結構酒飲むんですよ終わってからなるほどそうすると昔の風の商売ではやっていけないでまあ胃の中の数が分かったんでしょうねうそうしたらねは勉強好きなので今はとってもいいとこですよ <laughs> バラカンさんぜひ行ってくださいご案内します <laughs> じゃ松本に行ってもすごいコミュニケーション楽しい居酒屋さんが今はねっていうこと今はね人柄が変わりました <laughs> 一番人懐っこいところってといったらどの辺ですかそれは福岡福岡、うん、九州の 福岡県ね、うん、あそこの人は知らない人でも隣に座れば30秒後はもう話してますね<ー>あ本当。あんたどっから来たんいや東京です東京東京やったらタモリ君知ってるやろみたいな <laughs> すぐ友達になるの <laughs> それ屋台だから <laughs> 福岡はうとかねと翌日はキョロッと忘れてるのたまに会って昨日はあんた誰やったっけってあ <laughs> <laughs> やっぱその場の楽しみっていうことなんですか、ね、そうそうラテン的な気質というのかなうーん,うーん 必ず友達になれますよ。要するに会話を楽しむ。うん、そうそうそう。ああ、飲めやって。へえ<ー>。な、とっても楽しいところ。太田さんは、あの、全国どこ行っても。例えば、えー、メニューでこれを食べるっていうもの。メニューにあれば、まずこれを取るっていうようなものがありますか。かそれはね、コツがあって。古い居酒屋。その町で、三、三十年、四十年。ついてるところ行くと。 まず慌てずにこう見るのねうん、うん、そしみんなが頼んでるものがあるんですよで「あそれちょ,ちょうだい」って名前分からなければ今のそれ僕にも、あのー、例えば「日本三大居酒屋豆腐」というのがあって居酒屋の湯豆腐というのは鍋料理じゃなくて昆布だしに一丁を温めとくのね、うん、で豆腐っていうとそれをすくって、うん、ペタッとからしを塗って、うんうん ネギとかつぶしかけてパッと出るわだ<ー>からまあ30秒ぐらい出るんだけどう、えー、そうだな、ね、盛岡の虎屋それから伊勢の一月屋横須賀の銀次これが日本三大居酒屋豆腐ですねへえ<ー>行けばみんなそれ食べてるから要するに定番というのかな、うん、毎日来てる人は座る前にもう頼んでるわけ酒<ー>と豆腐って。 上からコートの上だったらこうね座,座った頃には持ててくるんみんなが注文するのはうまくて安くて飽きなくてすぐ出る <laughs> これが一番大事だね <laughs> 今日アイズリーブラザーズが歌うスピル・ザ・ワインを聞いていただきました なぜ選んだかっていうとね僕の好きな日本酒の飲み方なんですけど大抵冷やで飲むんですけどグラスをマスかあるいは何か小皿に入れてこぼしてくれる時がありますのであれが好きなんですけちょっと得した気分にねうんあのいい居酒屋の定義っていうのがありますかありますよ ですね、あの冒頭に出たけども例えばイギリスで言えばパブ、うん、フランスだとカフェか、うん、ドイツビアホールからイタリアだとバールかな、うん、世界中に酒場あるんですけれども、はい、ご存知のように日本でそれに当たるのがまあ居酒屋ですね、うん、その世界の酒場の共通はその国の酒を飲むというのが基本ですねビールとかワインだとか、えー、ですね その居酒屋の良いものの定義は居酒屋三原則っていうんですけども、うん、いい酒いい人いい魚この3つがバランスよく揃ってることなんですね、うん、人というのは店のご,ご主人の人柄もあるけど客、うん、客の質の悪い店は酒や料理がうまくてもダメですあのお分かりのようにねう居心地というのかな居酒屋の「い」は居心地の「い」なんで いいお客がついてる店の何か条件があるんでしょうね。それはねルールがある。うん。<の>お店にルール。そうそう。古く続いてる店は暗黙のルールがあって、うんうん、それに従うことが気持ちがいいわけ。ああ。パブなんかでもありますね。 それを見て習っていくそのことによって店の安定が保たれてそれを愛する人たちが通ってくる酒と料理を揃えただけではまだ半分もいかないんですよお酒も料理も普通だけどもなんか繁盛してる店俺はあそこがいいんだっていう店はいくらでもありますね。 反対にお酒料理いいの揃えてもちっともきゃんが粉に立って店もたくさんある、うん、それは居心地を楽しむところなので田中さんもあパブ行ってないなって言ったのは居心地を楽しみに行ったんでんどが変えただけではないと思うんです、うんうん、<laughs> その3つのバランスですね、うんまあ、それはまた地方によってだいぶ違うと思うあそれは違いますね,ね特に好きな、うん、あの料理という意味では特に好きな地方あるいは好きな街っていうのはありますか まあこれもまたき個人の好みですけどね <laughs> 日本中の県に行って本も出したぐらいですから、うん、日本中の県に必ずおいしいものが一つはありますね、うんうん、ほとんどありますね、うんうん、ほとんどだな、ないところもあるけどあの先ほど、この日本の居酒屋、その県民性をペラペラとこう、読んでたらね。はい 金沢の話が出たんですけど、うん、僕もね、かつて、最近はあまり行ってないけれど、金沢に何度か行ったことがあって、あ,あそこは本当にお酒も食べ物も美味しいところだと思ったんですけど、ああね、金沢ね先、先々週も行っていて、うん、やっぱりいいとこですね、今あの、北陸新幹線通って、ますます人気なんだけども。はいはいはい 金沢は、ね、おでん屋が多いのね<ー>古いおでん屋がん古いってのは昭和初期からで67軒あるんじゃないかなもともとはほら加賀料理で加賀料理というのは殿様に出すような、はい、み,みやびやかなものでんそんなもので酒飲めるわけがないから金沢は京都と同じで学生を大事にする町で学生が自分の金で飲める居酒屋といったらまあおでんぐらいでねそのおでんがいろいろあって個性があって。 うん、この間丸ある一軒て言ったんだけど「久しぶりですね」とか言われてえ特徴的なその金沢のおでんの具とかはあるんですかありますよ、うん、えっとねあれなんて言ったっけな <laughs> 要するに金沢のおでんは関東と関西のおでんのいいとこ取りなんですよね特に冬はねカニ麺といってカニ麺うんカニってあのカニね香箱がねこんなに小さいのを 中を一旦出して詰め直しして注文するとおでんのお餅の中に入れて8分ぐらい煮るのかなこれは食べなきゃ損ただし冬だけという,う, <laughs> うあとあそこ近江町市場がありますねはい、はい、あそこいいですね非常にもう広くてね、はい、いろんなものがある本当に楽しい市場ですね 日本中居酒屋うろうろしてるけれども昼間の楽しみやっぱり市場ですねいい居酒屋を見つけるには多分町の大きさ、まあ、適度な大きさの町は多分ね、ええ、探しやすいかなと思うんですけどすす東京みたいになるとね、えー、もうあまりにも広すぎてね、はい、どこにどうやって探せばいいのかって,ってまあそのためにこういう本が。<laughs> あるっていうものでもあるんですけど、うん、東京でおすすめのところはどんなところ？東京だったら四ツ山町め。四ツ山町め。あそこが東京でベストの居酒屋ストリートですね。<ー>昭和昭あのご存知だと思うんですけれども、緩やかな下り坂で、えー、昭和の雰囲気の昭和三十年代かな雰囲気が残っていて。あの消防署からあの防衛庁の方に降りてくる。防衛庁は遠いが上地台の方に行って。 行ってよ要するに四谷三丁目荒木町とも言うんですけど、うんうん、あの通りが一番ですねうんあそこにはそのコンビニだとか自動販売機とかつまらないものがなくて、うん、居酒屋のみ <laughs> それがちょっとか通りが暗いってことが第一<ー>それから車があまりというかほとんど入ってこない<ー>あそこが東京では一番の居酒屋通りですねいい店がたくさんあるへえ<ー>んででも残って たんですかねその<ん>四谷三丁目ってそのやっぱりこう立地とかってきちんと残ったんですかねいい居酒屋さんあの通,る通りというか道をいじくらなかったからじゃないかな<ー>、ま、もともとあの辺は産業地でねあ,<ー>あの芸者さんなんかもいて三味線の音も聞こえた由緒あるところでもともとはお屋敷町なんですよね何藩って言ったかな だから居酒屋もこの年になったせいか居酒屋に一番大事なのはノスタルジーだと思うようになってきたんで古い街並みの残っているということは歩いてるだけで楽しくなるわけ大型トラックがビュンビュン走ってるようなところをふらふら行いたら危ないですもんねそれから妙な店がないというかね うん、東京ってつまんないところで新宿、えー、銀座で飲んでいて「おいもう一軒行こう」って言うと「新宿だ」って言うと電車乗らなくちゃいけないでしょあ,<ー>あれがつまんない、うん、京都とか金沢神戸横浜、うん、どこでまあ横浜には広いかなどこでも歩いてはしごができるから、うん、5軒6軒となるわけです、うん、新宿行こうって電車乗っちゃうと俺もう帰るわになっちゃうからねほど えと東京の居酒屋のなんか特徴っていうのはありますかねあり,すありますよそれね関東と関西比べると分かるんだけど東京の人は誘う,う時におい酒飲み行こうってさ言うんですよ、はい、関西の人は何ぞうまいもんでも食いに行かへんかってつまり東京は酒中心、はいうん、関西は料,料理中心、うん、関西どこでもそうですか大阪だけじゃなくてまあほとんどそうですね それから東京人はせっかちだから店に座って「うん、酒の刺身」「刺身何でもいい」メニューなんかしげしげ見ないわけで <laughs> 関西人たちじーっと背中を見て「<laughs> 本日の刺身は何や鯛どこのや明石鮎どこの皮や?」うるさいわけよ <laughs> <ー>少々お時間いた時ええー、ねゆっくり作ってや <laughs>」関東人がせっかちだからさ「うんうん、酒の刺身」早く出せ」って 2>,、ね、2分たって出ないとイライラしちゃってね せっかでもせっかちだと居酒屋さんってなかなか楽しめないから、ね、だ,だからお通しがあったりねああなるほど要するに関東の酒飲みは品書きを読むのを恥としてるわけあそう何が価値観的かというと俺を知ってるだろ馴染みであるということが大事よね<ー>見えっぱりじゃ感じないんですかね <laughs> 俺いつも飲んでもあれじゃないか品書きなんか見ないよって早く出せ <laughs> で口ばかあのその割に酒は弱くてね <laughs> 口ほどでもなくて3倍ぐらいで寝ちゃうんで嫌なやつが多いん <laughs> 一番お酒が強いのはどこですか秋田秋田うん秋田の人は強いですよ、うん、なぜだろう秋田は冬が長くって、うんうん、でまあしゃべると寒いから無口でしょ、うん、黙ってくもくと飲んでチビ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 と2時間ぐらい経ってから「うまいな」とか言うんですよ <laughs> 口は重いですよ。<laughs> 全国ね、いろいろ、あのお酒飲みも、いろいろなタイプがいるって感じです、ね。そうですね。今ふと思ったんですけど、あの、はい、先ほどから、あのビールと、こう、あの日本酒の話を出ていたんですけど、はい、それ以外に飲むお酒はありますか。あとはバーですね。居酒屋さんへ行って、締めくくりはバーになります。うん。例えば、ワイン飲んだりとか、あの蒸留酒飲んだりとか、いうことはありますか。 バーだとカクテル飲むからワインを飲むという機会はほとんどないですねやはりあのどこの国にいてもその国のお酒を飲むのが一番というそういう主義って言ったら大げさかもしれませんけどというかど,ど,どこの国の酒場もうその国の酒で成り立ってますからね中心はね。うん、だからまあ ロンドンのビールは最高ですよね <laughs> ドイツも最高僕はチェコのビールが一番好きだな<ー>チェコ行った時は天国だったね、えー、あ、じゃあ随分海外もいろんな国に行ってるんですねいやいやそんなじゃないんだけれどもリバープールのパブは素晴らしかったリバープールの古い方の港で、はい ご存知の今大きな港あるけど古い方の港はさびれちゃってそこに一軒しょぼんとしたあばら屋みたいなパブがあってね、うん、まあ昔は船が来たらそこに行くんだろう、うん、でそれはある人から勧められて行ったら、うん、あのミニブルアリーで5種類ぐらい作っていてで端から飲んだんだけどうまかったなほ、うんで。 そ,その年のベストパブのディプロマがいくつも並んでるわけ<ー>何年度何年度といってね何というパブが残りちゃったのそれ <laughs> <laughs> でもあのリバープールの古い港の底って言ったらそこしかないし辺りは家もないようなところでね<ー>なるほどねこれでベ,ベニヤ板のしょぼい店なんですけどね、うん、でもビールはうまかったな3種類ぐらい飲んでね <laughs> <ー>ワンパイントそういう古臭いパブがベストパブ なんとかイヤーベストパブになってることの懐の深さを見て、日本と同じだなと思いました、<ー>居酒屋、A、さんだなと思ってね。